サボーチ・ビドライ14番サボーチ・ビドライさんハンガリーサボーチ・ビドライハンガリーみんなからザビーと呼ばれていますビドライジャンプの力があります。ロシアのダンス音楽を今年は使います。アクセル3回転きれいに決めました。3回転ダブルアクセル。ストレートラインステップです。最後は足換えスピン、ガッツポーズが出ました。本人としては満足。大学3年生20歳の学生です。ブダペスト生まれ、8歳からスケートを始めました。ステップから直ちに行う単独ジャンプルッツです。非常にその後フリーレッグも伸びていました。そしてこの低い姿勢でのシットスピン、どうでしょう、他の人よりもまた一段と低くして足を変えます。足換えのスピン、これが8つの要素の中に含まれています。スピンが3つ、ジャンプの部分が3つ、ステップが2つ。男子シングルショートプログラムです。実は96年から97年のシーズン、クワドラプルトーループ、クワッドトーに挑んでいました。その後交通事故に遭いましたが、幸いに軽い怪我で済みました。それでそのバイクをモチーフにしたのが今年のフリーの曲です。あさってそれは楽しみです。世界選手権は2回出ています。エドモントン18位、ローザンヌ今年去年16位、日本では95年名古屋の NHK 杯でやってきています。これが2回目です。
なかなか得点がいつもの大会よりもちょっと出が遅いようです。5点台、トリプルアクセル成功でジャンプのミスはありませんでした。しかしどうでしょうかね、スピードがもう一つなかったかもしれません。プレゼンテーションはほぼ 5.1 か 5.0 というところ。14人滑って第7位です。